さあ今回は吹きガラスの工房を訪ねて秋田市にやってきましたよ。早速行ってきます。グラススタジオベトロの小松さんです。こちらにはですね、もう素晴らしいグラスアートの作品の数々並んでますけれども、始めたきっかけって何だったんですか？約20年ぐらい前なんですけども、カナダに留学中に吹きガラスの工房で初めてやってるところを見て、それで自分でも作ってみたいなっていう気持ちがすごく出てきて、でガラスで有名なイタリアのベネチアに行って、その後石川県にも行ってという感じで勉強してきました。そこで魅力にはまって、でそこから秋田に戻ってきた。その前に東京のガラス工房で働いて、でそこでいろんな作家さんとの出会いもあって、技術的なことをいろいろ勉強させてもらって、大体9年くらい前に秋田に戻ってまいりました。こちらの工房では小松さんご自身の創作活動の他にも体験教室も行っているじゃないですか？はい、やっております。コップや小鉢なども作ることができるんですけども、まあ、ディログさんもよかったらどうでしょうか？ぜひでは早速コップ作りをしていきましょう。はい、でこちら選んでもらったオレンジなので、これで色付けをしていきたいと思います。左手前の方にしてもらって、はい、左手前、はい、行ってきましょう。熱いですよ。熱いですよ。わ、中1200度ぐらい。1200度。はい、思いっきり吹いていいですか？はい。おーおーおお、こう綺麗な形にしたいですよね。吹きガラスの魅力ってどんなところなんですか？そうですね、今もやってもらって分かると思うんですけども、直接触れないので、そこが難しいとこでもあり、ガラスの面白さだなと思ってやってます。おおこう広げたいんだよな、ね、いいんじゃないですか？いい感じですよね、これ ね。大丈夫そうですか？ OK です。じゃあ これで、はい、完成になります。固めます。やったいかがでしたか？いやー、もう意外と簡単そうに思ってたんですけど、やってみると奥が深いですね。でまたこう自分の作ったグラスでですね、ビールをぐいっと飲むのが楽しみです。それでは最後に小松さんの今後のビジョンを聞かせてください。秋田の方々にもっとガラスの魅力を伝えるために、県内での作品展をどんどんやっていきたいと思ってます。応援してます。小松さん、今日はどうもありがとうございます。プラスプラス県の総合的な障害学習講座が4月から秋田スマートカレッジにリニューアルします。4月25日に県障害学習センターで総合開講式と女性が輝く地域社会づくりと題して記念講演を行います。受講料は無料です。ぜひお申し込みください。県民読書の日の制定を記念して創設したふるさと秋田文学賞の応募作品を今年も募集します。小説など秋田県が舞台、または秋田の自然や文化などを題材とした文学作品をご応募ください。締め切りは8月31日です。私の秋田ビジョン、秋田をアートでいっぱいに。秋田のゆこ百貨店。